皆さんこんにちは、ビエンです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はゲーミング PC の紹介動画です。紹介するのは2022年7月時点でガレリアのノートパソコンのおすすめランキング2位になっているガレリア RL5C G50 です。このゲーミングノートは GTX1650 第11世代 Core i5 120Hz ディスプレイ、薄くて軽いボディ、天気付きキーボードを搭載している製品で、価格が11万ちょっとで買えるのが魅力の商品ですね。今さら GTX1650 かって思うかもしれませんが、このスペックはエントリークラスとしてまだまだ現役です。動画編集もできます。ざっと上げるとこんなゲームはプレイ可能です。もちろん全部最高設定でプレイできるっていうわけではありません。フォートナイト、エイペックス、サイバーパンクなど快適にプレイするための設定や購入前に気になるポイントがあると思うので、検証した結果を動画にしてみました。購入時の参考になれば嬉しいです。まずはスペックと特徴から紹介します。グラボはエントリークラス GTX1650 ラップトップ、もちろんエントリークラスです。2世代前のグラボなので、スコアは比較すると一番下の方になりますけど、フル HD ゲームなら問題なくプレイできます。ただし、レイトレーシングに対応してませんので、レイトレーシングを使いたい方は注意してください。CPU は第11世代 Core i5 11400H。ベンチマークスコアを見る限り、第10世代の Core i9 とか、Ryzen 5 4600H の間あたりの性能を持ってます。コストが抑えられているエントリークラスなんですが、6コア12スレッドのスペックに加えてメモリー 16GB も積んでるので、動画編集や画像編集も可能です。ただし高画質の動画編集をメインに考えている人は、もう少し上のゲーミング PC であったりクリエイター PC を購入した方が満足できると思います。次にベゼルの狭い 120Hz 対応ディスプレイが搭載されています。使用されているディスプレイは非光沢のフル HD 液晶で、リフレッシュレートが 120Hz まで対応しています。つまり 120fps までは表示してくれるよってことですね。狭いベゼルによって没入感が生まれやすいというのと、幅が狭くなっているので普通の15インチノートよりも一回りコンパクトなボディになっているというのが設計上の魅力です。ただ狭いといってもベゼルレスと言われるほどではないので、上にはウェブカメラ搭載部分の枠が必要ですし、下の部分は結構ベゼルがあります。横幅が狭くなっているのは確かです。次に軽量で持ち運びやすいです。本体重量は約 2kg。 最近販売されているゲーミング PC の中でめちゃくちゃ軽いってわけではないんですけど、たくさんあるゲーミングノート PC の中では比較的軽い方かなと思います。持ってみた感じは結構薄くても運びやすいと思います。次、天気付きのキーボード。結構小さいボディなんですけど、テンキーがついてます。テンキーがあるので数字を入力することが多い仕事や編集作業とかをする人ならかなり使いやすいと思います。実際に動画編集してみたんですけど、数字入力するのはあると便利ですね。スペックを見る限り、初めてのゲーミングノート PC で予算を抑えたい人、とりあえずフル HD ゲーム、軽い編集くらいできたらいいかなっていう人にちょうどいいスペックだと思います。次、人気ゲームをプレイした時の実際の FPS を検証してみました。フォートナイト、エイペックスは配信時の FPS も検証してます。まずはフォートナイト。結論からお伝えすると、フォートナイトは YouTube 配信したとしても平均 120fps 以上出ます。まず最高設定、最低 29fps、平均 42fps、最高 56fps です。最高設定はちょっと無理があります。次は競技設定、3D 解像度描写距離以外はオフにしています。最低 30fps、平均 114fps、最高 179fps。次にパフォーマンスモード、最低 64fps、平均 190fps、最高 263fps でした。120Hz ディスプレイなので120以上 fps が出たとしても意味はありません。競技設定は平均 114fps。パフォーマンスモードは平均 190fps 出たので、どちらか好きな方で遊ぶといいかなと思います。もっとリフレッシュレートの高い外部のゲーミングモニターにつなぐのであればパフォーマンスモード一択ですね。そして YouTube 配信すると平均 FPS は下がります。フォートナイトの設定はパフォーマンスモード、OBS の設定はフル HD60fps、ビットレートは6000でプレイしています。パフォーマンスモードで最低 65fps、平均 139fps、最高 168fps でした。YouTube 配信しながらプレイするとやっぱり負荷が高くなるので、平均 FPS が139まで落ちました。フォートナイトは低スペック PC 向けのパフォーマンスモードがあるのおかげで、120Hz ディスプレイの良さは活かしながら配信プレイができそうです。次は Apex。これも結論からお伝えすると、プレイのみなら平均 120fps 近く、配信すると
100fps 以下になります。 Apex は FPS を出すためにいろいろと設定の工夫はできるかなと思います。僕の場合はこんな設定でプレイしています。基本的に全部オフです。この状態でプレイすると最低 64fps、 平均 112fps、最高 279fps です。配信せずにプレイすると平均 112fps ぐらいで遊べますね。最高は279も出ます。 YouTube で配信した場合 OBS の設定などは全く同じで、最低 44fps、 平均 83fps、 最高 140fps です。配信した場合はかなり負荷がかかるので平均 83fps という結果になりました。 120fps 以上で Apex をプレイしながら配信するのはちょっと難しそうですね。次は重たいゲーム、サイバーパンクです。結論からお伝えすると、重たいシーンでも低設定なら快適にプレイはできそうです。FPS ゲームというわけではないので、60fps 以上絶対に出ないといけないというわけではありません。ウルトラで最低 20fps、平均 26fps、最高 30fps、中設定で最低 33fps、平均 39fps、最高 45fps、低設定で最低 39fps、平均 46fps、最高 54fps でした。低設定で最高54出てるので、軽めのシーンなら 60fps 以上出ると思います。重たいゲームも GTX1650 でプレイはできますけど、低設定でのプレイになりそうですね。いろんなゲームをプレイしてみて、144Hz 以上を安定して出したいような人とか、重たいゲームを綺麗なグラフィックで遊びたい人にとってはこの PC はスペック不足です。でもフォートナイトや Apex を 120fps でプレイしたいなって考えている人なら満足できると思います。次はガレリア RL5CG50 のゲームベンチマーク結果です。まずはドラクエ10、設定はフル HD で最高品質です。スコア 19205、 すごく快適です。軽いゲームは余裕で遊べます。次に FF14、 設定はフル HD で最高品質にするとスコアは12,246で快適っていう結果でした。 FF14 のプレイは快適にできるんですけど、一番いい評価にはなりません。次 FF15、 重たいベンチマークですね。設定はフル HD 高品質だとスコアは3,870で普通。重たいゲームの高設定で 60fps は無理っていうことですね。標準品質でも結果は5,547。サイバーパンクをプレイして分かってましたが、設定に工夫が必要だと思います。次にレインボーシックスシージ、シージは動画を流してプレイ時の平均 FPS を出してくれるベンチマークで、結果は 149fps と結構快適です。最低も 112fps なので余裕があると思います。次、動画編集をしてみた結果です。使用したソフトは結構重ためのソフトなんですが、ダヴィンチリゾルブっていう無料で使用できるソフトを使用しました。フル HD のゲームキャプチャー動画を編集するくらいなら普通に編集できますね。編集中にネットを開きながらソフトをいじっていても、メモリや CPU にまだ余裕があります。8分半の動画を書き出してみたんですが、だいたい書き出しに必要な時間は6分30秒ぐらいでした。動画編集に使ってみた感想は、 YouTube にアップするためのフル HD 動画の編集をしたい人にはおすすめできるかなと思います。ただ 4K 動画の編集をメインに考えているのであれば、もっといい PC を購入した方が快適です。とりあえず編集はできるかなっていう程度に考えておいてください。次は PC の外観を簡単に紹介します。ボディカラーはガンメタ一色です。上にはガレリアのロゴがついてますね。ウェブカメラやマイクは画面の上についています。ファンのモードを変換できるボタンは電源の横に搭載されていて、このボタンをポチポチと押すだけでオフィスモードとゲームモードが切り替わります。背面排気のための穴が大きく開いていて、スピーカーの位置も裏側の左右についてますね。音質は至って普通です。入出力ポートは左側に USB とオーディオポート、右側には USB とカードリーダー、背面に Type-C や HDMI 端子、LAN ポートが搭載されていました。搭載されているウェブカメラの映像と音声も録音してみました。現在ウェブカメラのマイクで話しています。音質はいかがでしょうか。ウェブカメラは HD 画質なので、若干ぼやけた感じに映ってるかなという印象ですね。めちゃくちゃ綺麗ではないんですけど、とりあえずは使えるレベルです。次はノート PC にありがちな騒音と熱問題です。両方とも GPU への負荷が 100%、CPU への負荷も高い FF15 のベンチマークを長時間回した時の検証結果です。騒音はこんな感じですね。
ピーカーから音を出していても気になるファンの音が結構します。ただいろんな PC を触ってきましたが、そこまで激しい騒音ではないと思いました。キャプチャー中に温度を計測してみると、ゲームプレイ中の CPU とグラボの温度もそこまで上がりません。 CPU は最高でも80度台後半、 GPU は70度台半ばをキープしてくれます。結構熱処理がうまくいってそうですね。で、これ調べてる人が多そうだったので一応動画にしたんですが、キーボードの光らせ方ですね。キーボードの色を変えるソフトはスタートを押して、すべてのアプリ内のゲーミングセンターっていうソフトを開きます。ソフトが開いたらライト設定を開くと、キーボードバックライトの設定画面に変わるので、光らせ方の変更はなかったんですが、色は変えることができます。最後にまとめです。今回はガレリアの RL5CG50 を紹介しました。気になったところというか、注意してほしい点としては、どんなゲームでも最高設定で満足できる FPS が出る、そういうゲーミング PC ではないです。あと駆動時間5時間って書いてあったんですけど、これはゲームをした時ではなくて低負荷の作業時のみなので注意してください。そして重たいゲームは設定にかなり工夫が必要で、基本的に低設定でのプレイになると思います。いいところは薄くて持ち運びやすいということ、そしてフル HD ゲームなら 120Hz ディスプレイの良さは活かせます。ペンキーありのキーボードも仕事とか動画編集をするなら使いやすいと思います。負荷がかかってもそこまで熱を持たないっていうのも魅力かなと思いました。使用してみた結果、おすすめできる人はなるべく低価格で購入したい人とか、かなり高い FPS 数値にこだわっていない人、フル HD ゲームでゲームができればいいかなって考えている人ですね。最初の1台目とかメインの PC があって、サブの PC としてこの1台買いたいという人、そしてガレリアの PC を早く手に入れたいっていう人にはおすすめかなって思います。レビュー時点の価格は11万くらいなんですけど、最新価格はコロコロと変わっているので、情報は概要欄の公式ページをチェックしてみてください。今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。